こんばんは。ひろしげさん、風呂敷ありがとう。なんか朝揺れたつもりが揺れれてなかったみたいで、それに10秒前ぐらいに気づきました。配信始める。ギャップさん、ハートありがとうございます。やっほー。ねえ、ゲリラになってしまった。予約入れてるつもりだったのよ、ごめんね。ギャップさん、ありがとうございます。こんにちは。お、明日ライブ行くよ、ほんと。のび太郎さん、ありがとうございます。そう、今からお話し会です。45分ぐらいまでする。こんにちは。ふーにーさん、かわいい、ありがとうございます。これなんかもう貴族みたいなの、なんか洋服が貴族です。ラッコさん、ありがとう。グダットさん、ありがとうございます。ナオくん、ありがとうございます。やっほー、お話し会緊張してる？今日お話し会来てくれる人。そう、ミニスタライブ楽しみにしといてください。頑張る。ルネさん、スケモンさん、バラありがとうございます。こんにちは。お久しぶり、お久しぶりだ。やっほー。ね、今日なんかの好き、いつもと顔違くない？いつも通りメイクしたつもりがさ、あ、でもアイシャドウ変えたの。そしたらなんかいつもよりなんかキリって感じになっちゃった。アイシャドウの色変わるだけでこんなに変わるっていうぐらい結構印象違くないですか？どうじょ？どうじょ？どう？いい感じ？ほんまに？明日夜寒くない？あ、そうなの？いつも通り？そんな変わんないか。今までで一番可愛い。あ、ほんと？やった。いい感じなの、よかった。ギャップさん、ハートありがとうございます。キームンさん、ハートありがとう。明日寒いんだ。でも夏季的にはちょっとありがたいかもしれない、寒い方が。前回もめっちゃ暑かったから、前回暑すぎてもう汗一生ダラダラで、もうなんか顔とか気にしてられん感じやったけ。イクさん、ハートありがとう。だからちょっと寒いくらいの方がありがたいかもしれない。でもみんなは寒いよね。ちょっと長袖とかの方がいいかもしれんね。そう、あ、雨じゃないや、汗がものすごいことになってしまうよ。でも秋だもん。大阪と広島どっちが過ごしやすいんだろう。そう、夏いきなり終わりすぎじゃない？なんか急に終わったよね。急になんか今日寒くないみたいな、昨日まで暑かったのにってなった。大阪と広島だったらどっちの方が過ごしやすいかな。でも寒いのは広島だと思った。夏木は広島の寒さはもうなんか耐えれん。夏木なんか冬季だけ、冬の間だけ大阪に行きたいくらい。広島の方が南にあるのにね。なんかね、広島めっちゃ寒くないと思って、これは今年が寒いのかなと思って、去年それで大阪戻った時に、あ、広島よりマシだって思ったから、多分ね、暑いのは変わんない気がする。暑いのは変わんない気がするけど、冬は広島の方が寒いです、夏季的には。ゆうくん、ありがとう。あいじゃん、やばい、めちゃくちゃ眠たいの今。なんかこんにちは。なんか今日眠たい。にーはお、こんにちは。そう、広島の冬は厳しい。栃木のスーさん、かわいい、ありがとうございます。こんにちは。福岡も雪降るほど寒くなる？え、なつき、福岡住んでる時雪ほとんど降らんかった。ジャガポックルさん、ハートありがとうございます。なんか福岡住んでる時、なつき雪にほとんど出会ったことがないかもしれない。大阪は雪なんてほとんど降らなかったね。やっぱ大阪は暖かいのかな。
こんな眠たいんだろう。めっちゃ寝たのに。今日眠たいや。こだゆきねえ、心まで白く染められたなら、ああ。そう、メイク、アイシャドウ買いました。え、すごい、わかる？アイシャドウ、でも上だけ、上まぶたのアイシャドウだけ変えてみました。意外とこっちの方がいいかもしれない。なんかスッキリするね。ヒートアイランド現象？あ、人間が多すぎてあっちっちってこと？え、長野も北じゃないと意外と雪降らん。そうなんだ。え、なすき、長野行きたいんよ、めちゃくちゃ。こんにちは。こんにちは。そう、田村お眠なすきですわ。こんちゃん。なんか、もう気づいた場合すごくすごい。なんか言おうとした。なんだっけ。思い出して。あれれれれ、こんにちは。なんて言おうとしたっけ。忘れた。あれ、まあ忘れてしもたわ。たわきちお話ししたかったな。お話ししたかったな今日ね。今日みんな来てくれるのかな。あ、ごめん、あの諦めました。思い出すの諦めました。思い出せませんでした。飛んでいきました。ピヨピヨ。思い出せてよかった、僕がこの街を目指し。もうこの曲は2期研究生の中だったらもうあやパンがもう一番似合ってると思うよ、なつき。急にあやパンファンになった。 QSR さん、ありがとうございます。ニキの中だったらね、この曲はもうナスキの中ではあやパンの歌ですね。ミニスタジオ公演でね、これあのパフォーマンスさせていただいてるんですけど、それはね、あやパンがセンターなんですよ、ミニスタジオでは。あやパンが優勝って思っちゃう。ずっとなんか一緒にやってるの見てて、あやパンめっちゃ雰囲気合うなって思う。ナスキにはちょっと合わない曲だよね。だからナスキ6番だもん。なんかこの子の雰囲気に合いそうだなとかね、あの位置をつけてくださったみたいなんですけど、ナスキは思い出してよかったわ。6番なので、丸6番の人なので。でもそんな感じするよね。ナスキはあんまりなんかホワホワした感じのイメージはないかもしれない。実際ね、ちょっと苦手。なんかすっごい好き、ダンスもすっごい大好き大好きだけど、なんか得意不得意で言ったら、思い出せてよかったみたいなふわふわした曲はなんか苦手。曲もダンスもめちゃくちゃ大好きだけど。そう、タムはね、夢力がすごい褒めていただけるのめっちゃ嬉しい。なんかね、あれだと思うんだよね、夢力はさ、みんなが褒めてくれるんですよ。なんかなつきちゃん、メンバーもなつきちゃんの夢力好きとか、夢力の好き上手だよね、たむきちとか、ファンの人もたむきちの夢力はいいねとか、たむきちの夢力元気だよねって、すっごいなんか夢力めっちゃ褒めてもらえるんですよ。すっごい嬉しくて、だからそれが多分自信がついたから、それが自信になってこう上手に見える、よく見えるんだと思う。だから何が大事って自信よね。自信がついたから
自信がある曲は自信、しかも夢力ってああいう曲ってやっぱ自信が大事じゃない？だからなんかよく見えるんだと思うのよ。だから皆さんのおかげよ。だっちゃんじゃなちょき、だっちゃんハートありがとうございます。無謀夢やってみたい。門脇さんがネキの無謀夢見たことないっておっしゃってて、私もしたことないってなりました。なんでしないんだろうねっておっしゃってて、まあ、確かにでも難しいからじゃないですかって言ったら、でも風を待つとかの方が難しくないって言われた。あでも確かに風を待つも難しいなとか思って、でもやりたいなって思った。こんにちは。無謀な夢は覚めることがない、まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。なんかあれどうやってやってんだろう、 STU だよね、なんかわかんない。こんにちは。踊れるようになりたい。2期でやってみたいな。無謀な夢は覚めることがない。雰囲気さ、今までのシングルとかとはちょっと違うけどさ、わしゃ好きですね、無謀夢は。なんならあれですね、秩父ヶ浜が好きだから、ミュージックビデオがすごい好き。今日大人っぽい、ほんとね、歌詞がさ深いですよね。深い、確かに今日無謀夢っぽい。まだ流れていないね、無謀夢っぽいわ。なんかちょっとミニスタジオじゃん、ナスキたち。でも他のユニットが上手だから、ミニスタジオって公演しかないのに他のユニットに追いつかれてるっていうか、追い越されてるっていうか、他のユニットがすごい上手だから、今ミニスタジオはねだいぶね、なんかね、あ、うわー、ストレートアイロン切ってなかった、危ない危ない、危機感を持ってますね、危機感持ってる。だから頑張るので、なんだっけ、完璧ライブ楽しみにしといてください。ミニスタジオの MC 好きだよ、初めて言われた。ミニスタジオ、いつもマネージャーさんとかにミニスタジオはもう本当に MC がダメダメって言われる。私もそう思う。なんだろうね、なんでだろうね、なんかね、普段からさめっちゃ盛り上がるわけじゃないんですよ。ミニスタジオってね仲良しだけど、こうわーって盛り上がるタイプの仲良しじゃなくて、一緒にいて落ち着くって感じなのよ。だから MC でもその雰囲気になっちゃう、どうしても。とんちゃんファイトありがとう。そうなんですよね、こうホワホワしてるっていうか、なんかあんまり突っ込んだりする人がいないんですよね。なんかプロリンが変なことしても、こうなんでやねんみたいな言う人はいなくて、なんかプロリン面白いねみたいな雰囲気になるから、いつもなんかその突っ込んだりボケたりみたいな感じがミニスタジオには存在していなくて、いつもなんかふわ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 してる、わーって盛り上がったりはしないんですよね、普段話してレッスンの時に話したりしててもふわ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 してるのよ。そうだからちょっとね、こうわって盛り上がる瞬間がない。こんにちたむたむ、こんにちたむたむ。ねえ、さこちゃんの成長スピードが本当にすごい。さ
さこちゃんの成長スピードが本当にすごい。なつき、この前すっごい悔しいことがあったんですよ。すっごい悔しくて、でもまあそれはそうだなと思ったんですけど、めちゃくちゃ悔しくて、なんか面談みたいなお話ししてる時に、なんかミニスタジオだけど、今なつきはそのさこちゃんが今すごい来てるっていうか、成長がすっごい早くて、さこちゃんがめっちゃ成長してるから、そうなった時になつきをこう追い越すっていうか、なつきがこう大差をつけられて存在感が薄くなると思うから、それだけは避けたいから、なんか何か武器が欲しいみたいなことを言われて、バラエティとかはどうみたいなことを言われて、なんかそれは実際そうだけど、なんかなつきはもう伸びしろがないって思われてるのかなっていう風に、なつきがひねくれてるだけかもしれないけど、そういう風に解釈しちゃって、なつきのパフォーマンスは求められてないのかなみたいななっちゃって、一回やみそうに、なんか病んではないけどめっちゃ悔しかった。それがなんかそういう風にあんま期待されてないのがのだと思って、めっちゃ悔しかった。それがなんか最近の出来事で一番悔しかった。でもみんなはね、みんなはなつきのパフォーマンスが好きって言ってくれてるから、自信をなくさずに頑張る。本当？いや、なんかなつきのパフォーマンスは求められてないんだみたいな。なつきはこれ以上伸びしろないし、パフォーマンス、なつきのパフォーマンスはあんま求められてないからってことなんだなって思って、うってなりました。うってなったけど、あ、それをなんかこう考えを反対にさせていけるように頑張る。頑張るんるみんな。でもなつきのパフォーマンス、みんなさ、みんな褒めてくれるじゃん。みんなさ、なつきのこと褒めてくれるじゃん。もしなんかさ、みんながさ、あの褒めてくれない人たちだったらさ、もうなつきのメンタルいかれてたわ。なんかなつきのメンタルいかれてたと思う。みんなめっちゃなんか他のなんかなんていうの、特に優しくない？なつきのファンの人って、夏木のファンの人って特に優しくない？なんかどのメンバーのファンの人ももちろんめちゃくちゃ優しいけど、その中でも、もう圧倒的に優しいと思う、みんなね。素晴らしい、大チキ。よいしょ。そう、甘やかされてる。甘やかしたいです。甘やかされたい。甘やかされたいです、私は。そう、褒められて伸びるの、なつきは。それは思うよね、本当に本当に思う。みんなすごいよ。みんななんでそんな人に優しくできるの？修行いいね。甘やかしたい、甘やかされたい。おしめに似るのだったらいいね。だったらよか、よいな。推しメンに似て皆さんが優しいのならすごく嬉しいですね。厳しくしないでよ。ダメダメ、厳しくダメです。厳しくしちゃあかんです。それな、人に優しく、自分にも優しく、人に甘く、自分にも甘く、全人類に甘く、
あまあまでいきましょう。ふーん、井出さんかわいい、ありがとうございます。タムリ特に優しくしてるのに推し変したって言われる人です。ごめんやんごめんやん、ダメ、無知ダメです。飴オンリーでお願いします。べっこ飴がいいです。飴オンリーでべっこ飴、たまに栗の飴を入れてくれると嬉しいな。なんか大阪の友達のおばあちゃんがなんか大昔に栗の飴をくれて、なんか出してくれたのよ、お友達にね。あのお友達のお家に行った時にそのおばあちゃんが栗の飴を出してくれて、それがめちゃくちゃ美味しくて、めっちゃ美味しくて、でえめっちゃ美味しいって言ったら、なんかえもうこれ全部あげるよって言って持って帰らせてくれて、で次行った時夏希用に買っていってくれて、これまたあったから買ってくれたからあげるよって言ってくれて持って帰らせてくれて、もうそれからねあの栗の味が忘れられないんですよ。どこに売ってるのあれ、栗味の飴なの。なんか栗が飴になったんじゃなくて、あのいちご飴じゃなくて、いちご飴とかの栗飴じゃなくて、あの栗味の飴で、めっちゃめっちゃ優しいな、優しいんですけど、もちろんおばあちゃんがめっちゃ美味しいの、本当に本当に美味しくて。はじめましてみちょぱです。え、みちょぱさんなの？匿名ちゃうやん。栗味の飴ね、珍しいよね。ヤッホー、本当になんか栗の味がするのよ、めちゃくちゃ美味しいの。そう、どこにあるんだろう、ちょっとみんなさ見つけたらさ食べてみて。栗の味めっちゃピーポー夜、大丈夫かな。これは何の音？パトカー？パトカー？そういや今日栗食べたな、うーん、いいなぁ、いいなぁ、もうなすき栗大好きなの。栗あんこいちご、でもいちごちょっと劣ってるかな、なすきの中で。栗とあんこがもう私の中でもうトップクラス、もう私の人生のカーストの一番上にいる、ここに栗とあんこが所属しているのよ。呼んでない、何もしてないよねえ、なつきいつもご飯の話してる。もう栗大好き。そうなの、栗きんとんも大好き、うん、自分に君し自分をきちんと律する。たむきち先生と田村家の人みんな、なつき自分に厳しくない、あまあまやで私は基本なんか考え方は自分に甘々です。すぐ自分のこと褒める。今日ちゃんと朝ごはんに野菜食べた、えらみたいな。めちゃめちゃ自分のこと褒めます大学芋フラペチーノ飲んでないの、ちょっとまだ飲まんとこって思って。絶対好きだからさ、オーマイガー、絶対好きだから、ちょっと絶対リピートしてしまうから最後らへんに飲もうとか思ってる。お赤飯いいな、なすき、お赤飯も大好き。え、みんな飲んだ？みんな飲みますか？飲みましたか？大学芋フラペチーノ飲んだ？ね、自分を褒めるの大事よ、みんな。みんなもう、こうやって人に優しくできとるだけでも、天才的に偉いんやけさ、もっと自信持っていこう。まだ？そう、売り切れるパターンよね、これ。よくないよね。来年とかもうないけんさ。売り切れるパターンなんよね。やけいつ飲もうと思って、今ちょっとね、タイミングを伺ってるのよ。甘栗潰してお餅の中に入れて焼いたらめっちゃ美味しい。もうそれは、うますぎるやろがい！いや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 、それは、それはうますぎるやろ！うん。甘栗潰して、はぁ、美味しい。お餅の中に入れて焼いたら、はぁ。オーマイガー、めっちゃ美味しい。どうしよう、どうしよう、美味しい。栗とあんこだったら、いやなんかあんこの方、いや
わかんない。あんこの方が好き。いや、栗も好き。でも違う。なんか、栗は季節限定だから好き。あの、季節限定だから、栗とあんこどっちか食べれない。どっちしか、どっちを食べたい。なんて、どっちかしか食べれません、今って言われたら栗を選ぶかも。だってあんこは年中あるから。しかも手に入れやすいし。これ世に溢れてるけど、栗ってあんまりないじゃん。秋だし、秋しかない上に、そんなにないから。いや、栗あんは違うのよ。栗は違うのよ。そう。ね、こしあん派が多いよね。なすきはつぶあん好き。栗もなんか美味しいね。でもなんかね、栗と、あ、なんか、栗好き、あんこ好き、栗とあんこ、おう。感じ、好きだけど、好きだけどって感じかな。なんか栗は栗で食べたいし、あんこはあんこで食べたい。だからドラ、あの栗入りどら焼きとかあるじゃないですか。それは正直って感じ。美味しいよ、美味しいし好きだけど、それだったら別々に食べたいなってなっちゃう。栗入りのどら焼きよりはもうどら焼きが好きだし、なんか栗入りのもなかよりはもなかと栗が好きと思っちゃう。静岡の天パのたけさん、かわいい、ありがとうございます。そう、甘栗はいつもあるからさ、もう私に優しい、大好き。回転焼き食べたいね。回転焼きってさ、基本あんことさ、あの赤あん、赤あんって呼ぶのかな、赤あん、わかんない。あの普通のあんことさ、白あんしかないじゃないですか。カスタード入れてほしくない？なんかあんこでも美味しいけど、なすきカスタードも好きなんよ。なんかさ、カスタード欲しくない？あ、カスタードもある？なんかさ、あんまりさ見ない気がする。そう、ござそうろうのこと、回転焼き、ござそうろう、今川焼きとか、そこらへん。なんか店舗で売ってるのってさ、結構さ、そう、大判焼きもそう、なんか白あんと普通のあんこが多いじゃないですか。カスタード欲しいなって思っちゃう、いつも。好きだけど、あんこもカスタードが食べたい気分もある。チョコもいいね。いや、カスタードって天才ですよね。なすきはなんて呼ぶんだろう。なんかなんでこんないっぱい呼び方あるのかな。回転焼き、ござそうろう、大判焼き、今川焼き、風まん、なんじゃそりゃ、いっぱい。かぼちゃあんとかもあるんだ。うわ、いいね。ねえねえ、皆さん、むっちゃんまんじゅうって知ってる？福岡のさ、たい焼きみたいなやつ。むっちゃんまんじゅうって知ってますか？私、むっちゃんまんじゅうがめちゃくちゃ大好きで、よくね、チョコを食べてたんですけど、もう本当に美味しいんですよ。なんか、たい焼きみたいな。たい焼きだけど、たい焼きじゃない。むっちゃんまんじゅう。福岡にあって、なんかね、なんて言うんだろう、もちもちしてる。たい焼きは結構パリパリしてたりするけど、ワッフルに近い生地というか、知ってる？あれがなすき大好きで、あれはね、いつもね、あのチョコを食べてました。いっぱいいろんな味があって、ハムエッグとかカスタードとかチョコレートとか、めっちゃいろんな種類があるんですよ。もう梅ヶ枝餅はもう好き。梅ヶ枝餅はほんまに大好きなんですよ、私。もう梅ヶ枝餅本当に大好きで、たい焼きと並ぶぐらい大好きで。え、なんか梅ヶ枝餅の、わかるかな？梅ヶ枝餅、冷凍の、なんか梅ヶ枝餅買ってきてくれて、4個入りとか5個入りで、でも一気に食べれないから冷凍するんですけど、なんか、チンした時の、あの、ふわっふわな感じも、もちろん大好き。あの、なんて言うんだろう。あんまり火置いてなくてチンした時の、もうトロトロふわふわみたいな梅ヶ枝餅、めちゃくちゃ大好きなんですけど、じゃなくて、なんかもう3日目、買って3日目、冷凍して3日目ぐらいにチンした、なんかもうもちもちしてない、硬くなってる、もちょもちょみたいな感じの梅ヶ枝餅も好きなんよ。何が言いたいかというと、梅ヶ枝餅って美味しいです。梅ヶ枝餅本当に美味しい。大好きなんですよ。梅ヶ枝餅大好きで、あの、トロトロの時も好きだし。
あとあの幸福堂あるじゃないですか、わかる、駄菓子の、駄菓子じゃないや、和菓子の幸福堂めっちゃ好きなんですけど、私あそこのきなこ団子がめっちゃ美味しいんですよ。もう意味わかんないぐらい美味しいの、もう意味わかんないぐらい美味しいの、もう意味わかんないくらい美味しいの。しかも一番食べてほしいのは出来たて、もう出来たてのあそこのきなこ団子に勝るものはぬって言っても過言ではぬって感じで、もう口に入れた瞬間とろけるの、なんかえもう食べてほしい食べてほしい食べてほしい、本当に美味しいんですよ。でもそれもちょっと違って、次の日のもう硬くなってるもちょのきなこ団子も好きなんですよ。好きなのぬ、すみません、千穂さんがこんにちはしましたね。こんにちは、ちょっとみんな食べて何、大手まんじゅう、なんじゃそりゃ、調べよう。男優さんありがとうございます。大手まんじゅう、大手、ルル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 ルおいしい。赤福も好き。うわ、大手まんじゅうで合ってんのこれ、読み方。え、おいしいんだけど、もうこんなんおいしいやん。あれも好き、小炉まんじゅう、松に炉、小炉まんじゅう、小炉まんじゅうって本当においしい。なんか小炉まんじゅうって一口食べた時の衝撃とかはあんまりないんですけど、あの止まらん、本当に。みんな小炉まんじゅう食べたことない人はもう死ぬまでに一回食べてみてほしい。もうね、止まらんのよ本当に、一生食べ続けちゃう。なんか一口なんか食べた時はあー美味しいねぐらいなんだけど、本当に止まらんくなるけん。もうかっぱえびせんです、和菓子界のかっぱえびせん、小炉まんじゅう。やめられない、止まらない、カッパエビセン、こんにちは。もう34分であと10分ぐらいで終わらないといけない。今日の好き、眠たい。なんでだろう。アイシャドウ変えたからかな。今日多分アイシャドウ変えたから眠たいんですわ。寝そう、本当に。今日はいい天気ですね。空一つないじゃない雲一つない青空、空一つない雲空って言おうとしたけど、雲はありますね。でもめっちゃ雲一個もないよりさ、雲がさちょっとだけある方がナスキは好きだったりする。なんか理科で習いますよね、雲の割合が0から1% は快晴でみたいな。電化会さんありがとうございます。そう、小炉まんじゅう、ビーディーマンさん、それやばい、今日めちゃくちゃ眠たい。広島しばらくいい天気っぽい。あ、最高だ最高だ最高だ、いいね。今ねすっごいいい感じ。なんかね、それこそなんだっけ、あれムツゴロウみたいな、なんか
ペチャペチャしてるさ、子いるじゃないですか。誰だっけ。そう、ムツゴロウだ。あの人間の方じゃなくてムツゴロウ、あの魚みたいな、ヒロさんありがとうみたいな形の雲がね、一個だけあるの。そこに一個だけあって、それがねこっちに流れてきてる、泳いでますね。そう、土壌っぽいやつ、そうそう、それそれ、それが一個だけある。でもどんどん形が崩れていってる。ムツゴロウとの別れ。あ、キツネ、あ、ムツゴロウがオオカミになった。オオカミになりました。そしてオオカミももうどんどん崩れてきてる。なくなっちゃう、え、なくなっちゃう。どんどん薄くなってきてる。なんかどんどん薄くちっちゃくなってる。あ、なくなっちゃう、雲が。あ、雲一つなくなっちゃった。ウッチーさんハートありがとうございます。あ、なくなる、もう本当にほとんどない。この空見上げるのか、あ、もうなくなった。あ、あ、なくなった、雲がなくなりました。ウッチーさんハートありがとうございます。え、雲がなくなっちゃいました。え、なんか今切ない気持ち、なんか徐々に徐々にって言ってなくなりました、雲が。ポンケイさんハートありがとう。こうやって雲がなくなっちゃうんだな、こうバラバラになったのかな。あ、でも結構すごいスピードでこっちに向かってたから風があるのかもしれない。センチメンタルトレインですわ。黄昏の田村、あなた私の元から。今日は眠たい。今日は夏希お話し会ぽやぽやしてるかもしれない。いつもみたいにテンションの高い、なになにさんとポンポコポンポコピンピンピンポンみたいな感じじゃないかもしれない。このテンションかもしれない。眠たい、今日眠たいですね。眠たい。ああ雲になればいい。秋だよ、もうどうする、みんな、皆の衆どうする、もう秋だよ。もう秋だ。栗、大学芋フラペチーノ飲みました。1飲んだ、2飲んでない。1飲んだ、2飲んでない。世界一無意味な投票。1飲んだ、2飲んでない。どんな後悔心に秘めてこの空見上げるのか。じゅん、瞬間シュート、ふう、終わり。15% 約 15% 嘘、約 14% の方しか飲んでないんですね。ドゥー、ドゥー、
ロー。飲みたい。美味しかった？ほぼ初めて見たけど、たむきちちゃんってこんなキャラなんだね。たむきちちゃんってこんなキャラかな。たむきちちゃんってこんなキャラじゃないかもしれない、実は。次の配信に来てまた確かめてください、たむきちちゃんのキャラを。一回じゃ分かんないよ、多分。次も来ないと。ビリーさん、ありがとう。お子様、まずこんにちは。ハロー、ハッピーボーイ。わあ、素敵な名前。ハッピーなボーイさん。じゃあフォローしちゃおうかな。してして、やったー、してください。次も待ってます。はあ、今日は眠たい、なんかホワホワした気分ですね。今日はぽやぽやデイだ。グダットさん、ダイヤありがとうございます。今日はね、お話し会は午後なんですよ。20時ぐらいから14時間目と11時間目。だからね、夜ご飯を食べるタイミングをめっちゃ迷ってるのよ。お夜ご飯食べるタイミング、5時ぐらいにお家出るんですけど、5時、まあ5時でもいいけど、お話し会とかするからなんかお腹すいちゃいそうだなとも思いつつ、夜中に。しかも今日もなつき夜中まで結構起きてるからさ、 2,3 時ぐらいまで起きてるからお腹空いちゃいそうだなって思いつつ、でもお話し会終わってから食べるのはさすがにって思いつつ、どうしようかなって思ってる。7時からか、7時20分から9時まで。9時、なんか今日の月まだ1食しか食べてないからさ、から食べなすぎるのもさ、よくないじゃん。よくないからさ、そう、しっかり食べたいけど9時からしっかり食べるのはなーって思って、食べながらお話しすればいいや。あ、解決しましたね。解決ぞろりしてしまった。たむきちは今何食べたい？みんなは何食べたい？なすきはチキン南蛮が食べたい。ちなみに朝は目玉焼きとお米とサラダを食べました。なんか思い出せる恋をしようのミュージックビデオ撮影の時のあの2日目かなんかの夜ご飯が、あの牛丼で、めちゃめちゃその時期ダイエット頑張ってて、なんかお米をあんまっていうか、ほとんど終わらないと食べてなくて、でもめっちゃ疲れちゃったからもういいと思って食べたんですよ。あ、美味しくた、美味しい美味しいってなってめちゃくちゃ美味しくて、あ、美味しいってなって感動して、でもお肉はほとんど乗ってない、ほとんどは嘘、なんかチョコリントしか乗ってなかったんですけど、なんか気づいた、夏希は牛丼の牛が好きなんじゃなくてお米が好きなんだなって気づきました。なんか食べてる途中に、あ、なんかちょっとふとした瞬間に、あ、お肉邪魔だな、あ、お肉邪魔だな、あ、お肉邪魔だなって思って、私は牛丼のお米が好きなんだっていうことに気づきました。そんな田村なつきでした。終わります。強引な締め方、終わり。皆さん、お話し会で会いましょう。あ、閉まってない、あれ。13位、ひろしげさんありがとうございました。11位、あきさとさんありがとうございます。10位、へりさんありがとうございました。9位、山本ティアンありがとうございます。
8位ウクスさんありがとうございました。7位イクさんありがとうございます。6位トンちゃんありがとうございました。5位ケイブンさんありがとうございます。4位ショーダンさんありがとうございます。3位ジャガポクロさんありがとうございました。2位ヒロさんありがとうございます。20時20分からお話し会楽しみ、助けも楽しみ。そして1位はトゥク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 ジャカ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 ルタ電化会さんありがとうございました。イエーイ、よいしょ、ありがとうございました。お話し会すごくすごく楽しみですね。いっぱいいっぱいお話ししましょう。バーチャルモンスターさんありがとう。それじゃあねー。